本音で生きないと5つの不幸が待っているはいおはようございますライフスキルティーチャーのミスターカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています突然ですけどあなたに質問ですあなたは今本音何割で生きてますか建前何割,何割で生きてますか本音と建前の割合です 昔の僕は俺は本音1割建て前9割でしたはいえー、まあ30までですね言いたいことが言えない頼まれたら断られへん周りの顔色が気になる俺の悪口言うてんちゃうか あ俺のなんかダメなとこ言うてんちゃうかってみんなから認められるために褒められるために結果を出さないといけないって一生懸命努力するで結果を出したとしてもその喜びは束の間ですまたこれを出し続けないと居場所がなくなるんちゃうかそのように思ってました友達の前では本音が言えない自分の気持ちが言えない怒ることもできない言いたいことも言われへんし俺がそれやから周りの人たちもそう 心を開いてくれへん心を許せる友人はいませんでした仲間ができませんでしたそれが昔の俺建てまれ建て前9割で本音が1割の時の俺ですでも今40になって10年間経ちました今は本音9割で生きることができてます自分の軸を持って自分らしく生きることができるようになりましたなぜそれができたのか それはね、まあまた今度紹介するんですけど、とにかく本音一割から本音九割になったんです。その一割から九割になった時に、僕は五つの幸せを手に入れました。本音九割で生きることで、五つの幸せを手に入れることができました。今日はその紹介です。 えー、このチャンネルではね、本音で生きるための行動習慣とかライフスキルを紹介します。もし興味がある方は、えー、チャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいです。はい。ということで、えー、本日は、本音9割で生きることで、どんな幸せがあったのか、5つの幸せ、それをね、紹介したいと思います。これ、マックスくんね。マックスくんがこれね。これ、マックスくんって言うんだけどね。はい。ということで、まず1つ目、えー、やりたいことに集中できる。 これ大きいですよね、えー。昔の僕はやりたいことよりもやらなければならないこと期待されていることをやっていただから自分のやりたいことじゃなくて意識が外側に向いてたんです。周りがどうやったら喜ぶだろうどうやったら褒めてもらえるんだろうっていう風に外側に向いてただから自分がやりたいことが何なのかわからなかった何のために働いているのか何のために生きているのかその目的がわからなかったねっ そうすると本来自分がやりたいことじゃなくてやるべきことに意識が集中してたからやりたいことに対しては全然時間もねお金もエネルギーも使えてなかったんですよでやりたいことに集中できてなかったんですよでも本音で生きてる今は自分が何が好きで何が嫌いなのかやりたいことは何なのかっていうのが明確だから自分がやりたいこの1点この1点に時間もエネルギーもお金もすべてすべてね投下できるんですよこの1点にだからね燃えるんですよ ね、だから太陽とかねすっごいエネルギー持ってるでしょすっごいエネルギー持ってるけど太陽にそのままね髪をかざしても髪かざしても燃えませんでもその太陽に髪かざすんだけど虫眼鏡をねその髪と太陽の間に置いたらどうですかね燃えるでしょそれは一点にその一点にエネルギーが全集中されてるからなんですよはいどんだけ強いエネルギー持っていても一点にフォーカスされないと燃えないんですよ はい、力を発揮でできないんですよだから1つ目やりたいことに集中できるっていうのは本音で生きることの1つのメリットです。で2つ目もうそこにつながってくるんですけども。 最高のパフォーマンスを発揮できるようになったということなんです。自分がその一点何を,何を今やるべきことなのか今ここ何をすべきかなのかっていうのを明確だからそこにねエネルギーを集中できるということで自分の最高のパフォーマンスができるんですよね。これいわゆるフロー状態です。チクセン仙ミハイ教授っていうのが提唱しているフロー理論っていうのがあるんですけど人間っていうのはその自分の最高のパフォーマンスを発揮できている時に喜びを感じて幸せを感じるみたいなんですよ。 最高のパフォーマンスを発揮できている時っていうのは何やろストレスもなくて頭で考えていることと心のワクワクとアイデンティティというのが一直線に葛藤なしに向かっている状態ですよねはいだから迷いがないんですよその一点に全てが注がれている幸せです自分の最高のパフォーマンスが発揮できているから問題も解決するし問題を解決することで周りの人からも感謝されるし喜ばれるっていうことなんですはいでつ目3つ目は、えー、何やろ 心を許せるる仲間ができるそうこれはね先ほども言いましたけど僕はいつも言いたいことが言えませんでしたねやりたいことができなかった周りの人が期待していること喜んでもらうことをやっていたんですそして自分の気持ちを全然出していなかった怒れなかったんですよ30まで怒るってことは悪だと思ってた僕怒ることできなかったんですよ、はい、怒るっていう気持ちが出た時にそのストレスを抑圧して我慢して、まあ、いつも愛想笑いでした そんな状態だからいつも背伸びで厚化粧状態ですよ。安らげないでしょ。苦しいですよ。息苦しいですよ。息吸えない。 うん、で僕がその状態だから周りの人も気を使うんですよね周りの人も心を許してもらえない許,許せないっていうことでなかなかこう関係を育めることができなかったか親友って言える親友ってめちゃめちゃ少なかったですよ30までははいでも今は本音で生きることができて自分が好きなことと自分が嫌いなことっていうのをはっきり言葉でも伝えてるからで言葉と行動っていうのを一致させてるからだから周りの人からもして分かりやすいんですよねでその僕を見て合わない人は去っていくし ね、会う人は近寄ってくるだから今僕,に僕の近くにいる人その5人っていうのはなんていうやろう僕がどんなことが好きでどんなことが嫌いなので何が得意で何が嫌いなのか分かってるから,だからパズルのピースのよりまさにこううまくガチャンってねハマるんですよねハマるんですよでお互いが苦手な部分とか得意な部分を補いながら仕事をしたり一緒に過ごしてるからすごい心地よくてリラックスできて安らげるんです4つ目 えー、お気に入りに囲まれたライフスタイルの実現ということで、何が好きで何が嫌い、そして何がときめくのか何がときめかないのか分かってるから、いらんもんはポイポいって捨てます。 ね、ポイポイって捨てて自分のお気に入りに囲まれた生活空間をデザインできるんです。で、お気に入りのカフェとかお気に入りの音楽っていうのも何か分かってるから自分がふと疲れた時にそういうお気に入りの空間にねこう身を寄せるとリラックスするじゃないですか、ね。リラックスするじゃないですか。で、お気に入りのペンを使うとやっぱテンション上がるでしょ。そうすると自分の心の器が喜びとか楽しさとか幸せでい いいっぱになるんですよ、すで溢れるんですよで溢れるから自然に相手に与えることができるんですよね。自分が満たされてるから相手にも与えることができる。自分が満たされなかったら相手の奪っちゃうんですよ。奪っちゃうんですよ。見返りが返ってこなかったら、えー、ね、与えた分返ってこなかったらなんで返さへんねんって憎しみが湧いてくるんですよ。でもね、今溢れてるから自然に 与えられるんですよ愛の気持ちで与えることができるんですねはい5つ目幸せになれるということですそうでしょ自分の最高のパフォーマンスを発揮できてお気に入りの空間に囲まれて大好きな人と一緒に折れたらそれは幸せでしょ好きな場所で好きな人と好きな時に好きなことをやって生きていくそれイコール幸せじゃないですか はい、もしそのんやろ目標とかね、えー、ゴールに行かなかったとしても目標とかゴールに向かって進んでるその一歩一歩が前に進んでるんだって一歩一歩がこれ幸せでしょ、はい、僕は幸せなんですそういうことです、はい、ということで本音で生きることで自分らしく生きることで5つの幸せが待っています5つのメリットですね1つ目はやりたいことに集中できる2つ目はやりたいことに集中できるから最高のパフォーマンスをいつでもどこでも発揮できる で3つ目は、えー、心をや許せる仲間ができるそして4つ目はお気に入りに囲まれたライフスタイルが実現するそして 5, 5つ目は幸せになれるということですつまり逆を返せば本音1割やったら 5つの不幸が待っていいるととうことでしょ30までの僕はやりたいことが何なのかわからんかったからやりたいことにも集中できへんで,でいろんなことにこう意識がいくから最高のパフォーマンスを発揮できませんでしたで3つ目は、えー、いつもなんやろ背伸び状態だから心を許せる仲間もできへんし4つ目お気に入りのお気に入り囲まれたライフスタイルがわからんかったか自分が何が好き何が嫌いなのか自分の気持ちがわからんかったからそれはライフスタイルを実現しません で、5つ目、幸せじゃなかった。鬱になりました。そういうことなんです。だから、本音1割で生きている人が、1割まし、1割ましで、ちょっとずつ階段登っていって、本音9割になってもらえたら、めちゃめちゃ嬉しいなと思ってるんです。本音9割になったら、5つの幸せが待ってるということです。じゃあ、どうやって、本音1割の人が、本音2割になって、3割になって、本音4割になって、本音9割になって、こういう幸せを手に入れることができるのか。それは、 ライフスキルを身につけることです、ね、ライフスキルっていうのは4つのライフスキルがあって自分とつながるそして自分とつながった上で人とつながるそして自分とつながり人とつながりそして夢を 掲げて夢を実現させるそして5つ目は問題をを解決すするるトラブルを対処するっていうことなんです、はい、このライフスキルっていうのはこの YouTube でこれからどんどん配信していきたいと思いますえー、皆さんが本音で生きるために自分らしく生きるためのライフスキルをえこれからもこの YouTube でどんどん配信していきたいと思いますので興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですそしして少しでもためになったら なって思う方は高評価ボタンいいねボタンこれねめちゃめちゃ励みになるのでぜひともよろしくお願いしますということで、えー、今日は以上です、えー、ワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイバイバイ